南部市は津軽為信が現れるまで現在の青森県全域を支配していました。しかし為信が独立の動きを見せ、16世紀後半に南部家の客商北畠氏がいた浪岡城を滅ぼしたため、この地の勢力図は大きく書き換わることになりました。為信は南部氏26代当主南部信直の父石川貴信のいた石川城をも滅ぼしました。これにより青森県全域を支配していた南部氏の勢力は半分近く減って、青森県東部側だけとなってしまいました。この後津軽為信は豊臣秀吉に直に鷹を献上するなどの工作を駆使し、津軽地方の支配を認められ、青森県西部は津軽為信のものになりました。当然信直はこれを不満に持ち秀吉に訴えましたが、結果は変わりませんでした。不満を残したまま信直は秀吉から朱印状を受け、南部七郡を治めることとなりました。しかし信直の支配は安定せず、九戸正実の乱などその後も苦労することになります。信直はその後本拠地を三戸から九戸、そして盛岡に移しました。寛文4年1664年には28代当主南部重直が死去すると、領地は二人の弟に分領され、七戸重信には盛岡藩8万石、中里直房は八戸藩2万石が与えられ、それぞれ治めることになりました。一方津軽地方の支配を認められた津軽為信は弘前藩4万7千石の初代藩主となりました。その後明暦2年1656年に4代信政が幼くして藩主となった際、幕府の指示により信政の後継人となった叔父津軽信房に弘前藩より5千石が分地されました。黒石津軽家です。黒石津軽家は文化6年1809年に加増されて1万石となり大名となりました。こうして南部氏の領地は津軽為信に奪われ、その後長い間津軽家と南部家は対立していくのです。